こんにちは。ゆみちゃんのゴルフトークへようこそ。今回は、シャフトの調子について紹介したいと思います。はい、アベレージゴルファーの私が調べてきたので、いくつか多分間違ってるところがあると思います。ということで、いつものように、クラブフィッターのたけちゃんに赤ペン先生をしてもらって、都度訂正してもらって紹介したいと思います。たけちゃん、よろしくお願いします。嫌です。意見が、嘘をしてた意見が。はい、続けてください。はい、たけちゃんがこのズバブバゴルフで、シャフトを紹介するときって、振動数、硬さの振動数と重さと、調子っていうのを紹介してくれるんだけれども、振動数はCPM の数値化で分かるし、グラムもね、重さもグラムで分かるんだけど、ちょっと調子がいまいちなんか数値化してないから分からんのです。なので今回ちょっとね、調べてきました。で、本業が英語の先生なので、せっかくだし今回は英語のサイトもいろいろ見てきました。でそうするとちょっと面白い発見もあったので、それも合わせて紹介したいなと思います。ではもう、早速調子についてお話ししたいと思います。もう本当に平たく言うと、調子っていうのはシャフトの、一番柔らかいところがどこかっていうところだと思います。で手元調子っていうのは、握ってる手元側が柔らかくて、先調子って言ったらこのヘッドの先のところが柔らかい。で、中はその真ん中っていうところで、たけちゃんここまで合ってますか？はい、大丈夫です。大丈夫、はい。で英語だと、もうここ間違ったら元も子もないからな。柔らかいところって、そうなんだと思って、調子って言ったらやっぱちょっとピンとこなくて、で英語で調べるとキックポイントって言ったり、ベンドポイント、曲がるポイントとか、フレックスポイントってこう、柔らかいポイントっていうような、3つの名前があるそうです。これ全部一緒なんですけれども、そういうと柔らかいところでそこが曲がるんだなっていうイメージがつきました。で、それぞれの特徴は何かっていうと、この分かりやすい図があるので、その図を、お見せしながら紹介していきたいと思います。ではこの辺りにドン、どこかに出ます。はい、ドン。はい、ということで、左側にあるのが、手元上司、英語だとハイキック、地面から高いのでハイキックポイントっていうふうに書かれてますけれども、これは、曲がる、ところが地面から高いので、シャフトが曲がっているのが鋭角なんですね。角度があんまり、出てません。ということで、その地面にからボールが上がるところもその角度と、連動するので、球が低くなりやすい。で逆に、先調子、キックポイントが低い場合、地面から近い場合っていうのは、キックポイントが下の方にあるので、鈍角になりやすい。そこから、ボールが上に打ち出しやすいので、球が上がりやすいっていう傾向があるそうなんですけども、たけちゃんここどうでしょう？合ってます。合ってますか？はい。なので手元側は、シャフトがしっかりとこう保持されるので、ボールは低い角度で、なおかつ、結構重いことが多いって書かれてあったけど、どう？重いシャフトが多い。そこは重いというか、重く感じるってことかな。重く感じる。これはちょっとごめん、その意図は見えんのやけど、実際手元がしなる方が、同じ重量のシャフトやったら手元がしなる方がシャフト全体が一回グニュッとしなる分重く感じるっていう人は多い。あ、なるほど。それが実は重いっていうのは、ちょっと意図はちょっとごめん、分かんないけど、重量体で重いものが手元になりやすい。それはでも確かにシャフト開発において、特にアイアンシャフトなんかは軽い方が先目で重い方が手元にすることが多いのは事実。あ、なるほど、全部じゃない、一概には言えないけれども、そういう傾向がある。設計上そういう傾向がやっぱ多いかな。結局重いのを振る人はハードヒッターで左利き、嫌う、軽いのを振る人はどっちかというと、捕まりを求めるからっていう考え方が昔からあるからだよね。なるほど。あとは許容性がどちらかというと低いっていうように言われて、コントロールとしてはコントロールしやすいけれども、じゃあその散らばりやすい方が、使うときにちょっと難しいっていうのはどう、たけちゃん？ここは何とも言えない。これ難しいな。これは何とも言う、そのタイミングの取り方なんで、その調子っていうのをだから手元をやったら、その暴れるとかっていうのはちょっと違う気がするよね。なるほど、なるほど。あとは、
先調子のものっていうのは、まあ、シャフトの下部が柔らかいのでそこからボールをこう当たってくれるので、シャフトがしなるのでボールが高い先ほどの、ね、角度になるんですけれども、球が高くなりやすいっていうのはヘッドスピードが低い私とかはすごいありがたい設計かなと思います。ただなんだろう、デメリットとしては風とかね、風とかがあるときにはそのちょっと低い球を打つっていうのはもともと高く打ってしまうので、気をつけないといけないなっていうところはちょっとあります。はい、では英語での説明っていうのは私が調べたところ、この弾道の高さについてしか書かれてないんですね、ほとんどが。で YouTube で聞いてると結構こうシナリオを感じる人がとか、先を走る感じがあるのが好きとかっていう、ね、感覚のところっていうのが結構言われてるかなと思ったんですけど、その記事を調べようと思ったら私が調べる限りは英語では、ね、それがなかったので、ちょっと不思議だなって、ここがちょっと面白いなと思ったところです。結構日本特有なのかなって、この感覚のところで話をするっていうのは数値化できてないところなので、まあ、わざとそういうところは書いてないのかなと思います。はい、たけちゃん、このところで何か付け加えるところとかありますか？確かにそうよね、実際感覚で話されてもっていう風に、まあ僕らは特に数字で話してるからもちろん調子のことは言いますけど、確かにそうやね、まあ実際高く上がるか低く上がるかっていうのはもう分かりきったことやけど、それが本当に捕まるとか捕まらんとかっていうのはその人によると、いやその人によるから、まああんまり手元が左行きにくい、つまり捕まりにくい、引っ掛けにくい、先が捕まるっていうのは断言すべきじゃないかな。なるほどね、まあ、感覚のある方っていうのはそういうのがあるかもしれないけど、皆さんに言えることじゃないかもしれないし、ちょっとそこら辺は知ってるその人のみぞ知るみたいなところはあるかなと思います。あとはそこでちょっとそれに合わせて私はびっくりしたことは、この手元とか先とかって言ってるので本当に結構手元側なのかな先側なのかなと思ったんですけれども、YouTube の、ツルーテンパーさんの YouTube を見たら本当は先とか中とか元とか言っているけれども実際は真ん中から6インチのところで、手元側だったら元調子、先だったら先調子って、このね6インチの中で起こってるよっていうことがあったので、私もっとこう幅が広いんだと思ってたからここはすごくびっくりするところでした。なので、まあ、その本当に感覚がある方っていうのはそこ の感覚っていうのが分かるのかもしれないんですけども、そこもう私からしたらそんなに差がないんだ、6インチなんだ、あっても6インチなんだなっていうのはちょっとびっくりしました。ここ結構なんだ勘違いっていうかあまり知られてないっていうことはありますか？話したかしてたけど、うん、それはあります。まあ、あんまりそれをその6インチの話はしないですけど、ね、僕は、うん、もちろんね、うん、すごい手元とかすごい先だと思ってたけど、うん、からまあ、その測り方の問題があるんで、まあ、でも実際設計としてはやっぱり全体を通して設計してるよメーカーさんは。ただ最終的にその測るってなるとその6インチ台で決まってしまうっていう。なるほどね、手元、中先っていうのは基本的に弾道のことかなと、まあ、感覚がある方にとってはどこでこう、まあ、ヘッドがついてくるかとか走るかっていうのが分かるっていうところだね。で以上がシャフトの調子についての案内ご紹介でした。ではたけちゃんに4大シャフトがあると思うんですが、それを元調子、中調子、先調子でこう代表格みたいなのがあったらぜひそれぞれ教えていただきたいなと思います。はい、じゃあまあまあこれ一般論でいいですか？はい、一般論で言うとやっぱ手元のうまいというか手元の代表格は三菱さんですね。三菱ケミカルさん、これはもう基本的に三菱さんは手元が硬いシャフトは売り出さないって歌うぐらいなんで手元は緩いですね。まあ、もちろん例外はありますけど一応手元系の代表格はやっぱ三菱ケミカルさんですね。次中の代表格はこれなんて言うとグラファイトデザインさん、もうカタログ表記の中が王様抜群一番人気はい、次先の代表格っていうのはこれはもちろん例外はあると言えてやっぱ藤倉さんですかね。もともと昔からゴルフしてる人はもう藤倉は先だろっていうぐらいイメージが出てるんで、まあ、スピーダーっていうのがもうバカ売れした時のやっぱ先っていうのはもう藤倉さんのもうなんていうんですかね、
イメージになっちゃってますね。ただ最近になってペンタスとか出してるんで、もうそれがそのイメージも払拭はしつつありますけど、メーカー全体として見れば先はフジクラっていうイメージが、だ先の作り方がうまいというのがいいかもしれないですね。なるほど、はい、そしてもう4大シャフトメーカーで言うと、じゃあマミヤはっていう話で言うと、マミヤはランダムマミヤはもうなんていうか、トリッキーなシャフメーカーさんで、でも逆に言うと全部を網羅してくるシャフ、だから僕はマミヤさんは面白いと思います。なるほど、うん、こうちょうどニッチなところも拾いつつみたいな。そうですね、だからまあ全部を拾うというよりは、今ゆみちゃんが言ったニッチなところを狙っていってる感じですね。あの前言ってたタケちゃんが赤マナとか青マナとかって三菱さんのあれは何かこうまとまった傾向っていうのがあるの？赤マナ、青マナ、白マナ、まあ竹マナ抜きにしてください赤マナ、青マナ、白マナっていうのは基本的にこれ、じゃあ赤は先だろっていう人おるんですけど、うん、赤は正式はダブルキック系、さっき言った通りディアマのシャフトっていうのは三菱がなぜ手元が好きかっていうと、手元が硬いシャフトは全部ないんですよ。手元は絶対的に柔らかくはなくても絶対硬くはないっていうのが三菱さんの作り方で、だから赤マナは先も柔らかいけど手元も決して硬くない、まあ、どっちかというとダブルキック系になるよね。あ、そういうことか、うん、ダブルキックってちょっと柔らかいところが 2段階ある、うん、なるほど、だから、まあ、そういうのもあるね。そう、結局だからまあ一番手元が柔らかいのは白マナって言われてますけど、青マナも決して硬くないし赤マナやって硬くない。ただ唯一、ブランドを変えてきたバンキッシュっていうのはちょっと手元硬いの。だから逆に言うとブランド変えなかったら三菱は手元硬いシャフトを作れなかったっていう。なるほど、うん、なるほど。結構じゃあその会社の4大シャフトの会社ごとによってこう特色っていうのが、まあ、こう一番のこう柱みたいなのがそれぞれ別だってことだね。そうですね、柱というか、やっぱりまあここはここがこういうシャフト作るのがうまいなっていうのは僕らある程度見えてますね。なるほど、なるほど、うん、あとその中で私が気をつけなきゃいけないなと思ったのが2つあって、1つはこれ先調子ですよって言ってても、私みたいにヘッドスピードがちょっとないとか、球が上がりにくい人が恩恵をもらえるものと、あとはもう本当はもうガチガチのもう棒なんですけど、強いて言えば先がちょっと柔らかいかなっていう、先っていうように書かれてても全くこう異なる性質が異なるものっていうのがこう混在しているなっていうようになったの思ったので、そこは気をつけないといけないなと思いました。たけちゃん、これのその強いて言えばここがっていうところはどんなシャフトがありますか？いや、もう有名どこで言ったら、まあベンタスですね。ベンタスはだから今ゆみちゃんが言ったように、強いて言えば先っていうのは赤ベンタス、うん、逆に強いて言えば手元っていうのは黒ベンタス、うんうん、だからもうとにかく全部硬いんですよ全部硬いんですけど、強いてどこですかって言われたらそこですっていうような表現になってるのはもうベンタス、ね、だからさっきのフジクラが僕は、まあ、コーポレートカラーじゃないですけど先って言いましたけど、はい、今はもうベンタスが言ってからはフジクラさんも手元もうまいので、だから昔からしてる人が先ってイメージなんで、むしろ最近ゴルフした人はむしろベンタスのイメージが強かったらフジクラ手元だろっていう人もおるかもしれないですね。なるほど、うん、ちょっとこの今までの調子の概念っていうのがだんだん変わってきているっていうことだね。だから各社どこもうまいよ結局結局どこもうまいっていうオチになるよね。なるほどね、うん、あともう一つはたけちゃんの YouTube で話してる時に、ここは、中調子ですけど実はもうちょっと元の方ですねとかっていうコメント聞いたりするので、もしかしたらこのカタログの表記っていうのと実際のものっていうのが違ったりすることってあるのかなっていう感覚かな。どう、ここはどうですか？すっげー難しい、いやらしい質問やななんかすごい答えにくいけど、まあ、もちろんあります。多分本当は、例えば本当はさっき言った一番初めの元も子もない話で申し訳ないけど、実は柔らかい部分じゃなくて弾道的にこうなりやすいやろなっていうんで、あえて例えば、元とか先って書くこともある。なるほど、ね、本当は柔らかくないのにっていうこともあるんよね。だから調子は鵜呑みにするべきじゃない。なるほどね、うん、これフレックスもそうだよね、うん、A 社の S と B 社の R が同じぐらいの硬さだったりとか、これはあんまりこうやって言ったら YouTube 嫌いなの、これ言っちゃうと叩かれるね。でもなんか振動数こことここ一緒だなとかちょっと思っちゃったから、なるほど、ちょっと闇チックなところ、はい、オブラートに包んで放送したいと思います
時すでに遅し、はい、ゆみちゃんはいいよな別にアンチくないからなのでね、もう今後ご自身でこう、ね、僕は元調子じゃないと打てないんだとか先調子が好きだっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、実際のところ本当に6インチのところかもしれないし、表記も違うかもしれないし、あとは最近だとね元だけどちょっとこういう要素が追加されたよっていうの新しいシャフトとかも出てきているので、ちょっとねこの文字だけにこう囚われないで、ぜひいろんなシャフトっていうのをなんていうのかな、食わず嫌いせずに試してワクワクしていろいろ試していただきたいなっていうのが 思いました。なのでこれはフィッティングが本当に必要だなというふうに思ったので、たけちゃんぜひぜひたくさんの方フィッティングして皆さんに素敵な、ね、シャフト、一番のシャフトを合わせていただきたいなって思いました。はい、ありがとうございます、はい、これ以上無理させないでください僕は頑張れということで今回は、調子についてでした。実際にねこういうシャフト使ってるよとか、もうこういう調子実は私好きだよとかっていうのもね、ぜひコメントで教えてください。そしてまたねリクエストなどお待ちしているので、ぜひぜひそれもコメントに、書いてください。私も読みますのでどうぞよろしくお願いします。では今回はこの辺で、じゃあね、またね。チャンネル登録高評価で、ね、たけちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。